くらはぎがパンパンになってしまったり、極端に足がむくみやすくなってしまったり、なぜだか足だけ余計に太くなってしまったというお悩みのあなた、今日は必見です。ほっそりとした美脚になれるように、そして正しい立ち姿勢が手に入るように、10年以上モデルのショーに出てきた豆知識とともに皆様にお伝えしていきたいと思います。ではやってみよう。上半身がベターっと床についたまま準備していきます。首を長く保ったまま、お腹の力を意識して足を使って漕ぐんじゃなくって、お腹、分かりにくい人はね、足の付け根のあたりに意識をしてみてください。漕ぎ方はね、ゆっくりでも大丈夫、あと少しです。少し寝たまま自転車を漕いでいても、自転車を実際に漕いでいるのと同じぐらい脂肪が燃えていくから、あとちょっと頑張って。次は膝パタパタストレッチです。片方の足は内股、もう片方の足は外股になるようにパタパタとストレッチを行っていきます。両方のお尻は均等に体重を床に置いておきましょう。どっちの方に膝が向いた時に硬い、痛いと感じるかな、ご自身の内股の方が辛いのか外股の方が辛いのかを少し観察してみてください。座った状態で左の足の外くるぶしを右の足の太ももの前側にクロスさせた状態で準備していきます。このまま左右にゆさゆさと揺すっていきましょう。ポイントはおへそのあたりからしっかりとくびれてほしいウエストからねじっていくことです。肩がね、しんどくなってくると耳に近づいてきそうになってくるんだけれども、しっかりと肩を下にして耳と肩の距離を保った状態で行っていきましょう。肘は少し曲げても大丈夫だよ。反対側も右の足の外くるぶしを左の足の太ももの前側に置いて準備していきましょう。揺らすときはなるべくおへそから下の下半身をゆさゆさっと揺すって、上半身は動かさないように意識していきましょう。曲げている方の足の外側の太もものあたりの張り出しやお尻の筋膜もリリースさせるので、座骨神経痛なんかにはとってもおすすめのポーズです。寝転んだ状態で今度は上の足の膝を曲げて下の足の膝を伸ばして準備していきましょう。ポイントは下の足の内側の筋肉を意識して、かかとをしっかりと突き出して骨盤が床から離れないように、上げて下げる直前でちょっと下げきらないでキープしていきます。少し辛いかもしれないので少しの動きで大丈夫です。反対側も同じように準備していきましょう。これを行うことによって足の内側、そして体幹を使えるようになるので、足が横側にバーンと太くなりにくくなります。そして O 脚や X 脚なんかの解消にもとっても効果的なので、ちょっとねしんどいかもしれないけど、あと少し10秒頑張ってみて。下向きで片方の足の膝を曲げて、かかとを足の付け根あたりに持ってきて、反対側の足を伸ばした状態、両手を前について準備です。無理をしないでゆっくりと手をトコトコと前に歩かせて準備、前屈していきます。このポーズ取っているだけでもお尻とか外側の太ももの張りの改善にもつながってきますし、伸ばしている方の足の太ももの前側とか股関節のあたりのストレッチになっているので、
無理をして前屈をしなくても形をキープしているだけでも十分です。反対側も同じように準備していきます。余裕があればしっかりと前屈そして起き上がりを繰り返していきますが、痛いという人は無理をしないだけキープでもだけでも大丈夫です。ご自身の左右の差をしっかりと観察していきましょう。硬かった方を多めに行っていただいても大丈夫です。普段の生活では伸ばすことのない部分の筋肉を伸ばすことができます。ちょっと痛いけど頑張って。片方の足の前になるべく90度で踏み込んだら、後ろの足はできる限り後ろの方へ伸ばして準備していきます。ゆっくりと後ろの足の付け根のあたりを床の方に近づけていこうとしましょう。後ろの足の膝が曲がっていても大丈夫なので、なるべく骨盤が平行、つまりおへそがまっすぐ前の状態を意識していきます。じゅわーっと後ろの足の太ももの前側のあたりが伸びていたら大正解です。さあ反対側も同じように準備していきましょう。後ろの伸ばしている方の足の膝が床に当たって痛いという人はタオルか何かを敷いてね。無理をしないでご自身のペースで行っていきましょう。呼吸のポイントは息を吸って吐きながら踏み込んでいきます。途中で息が止まらないように注意していきましょう。左右のね、硬さの差もちゃんとしっかりと観察してみてくださいね。ご自身を観察して知るということもとっても大切です。両膝立ちでつま先を立てて少し寝かせても大丈夫。お腹の前に手を置いて準備していきます。さあ息を吐きながら倒れる寸前のところまで、ギリギリまで倒れていきます。両方の膝が少しね、膝と膝が離れないギリギリのところまでです。結構辛いと思います。普段使っていない筋肉を使いながら太ももの前側をしっかりと伸ばしていきます。背筋もしっかりと長く伸ばしたまま、両手胸の前でも大丈夫だから肩に力が入らない。さあ両手を前で組んで準備していきましょう。さあ足を片方ずつ上げていきます。股関節からしっかりと使っていこうという意識、そしてお尻とお腹にちょっと力を入れると、お腹のすぐ下の股関節のあたりにある腸腰筋という筋肉がしっかりと鍛えられるので、立ってても歩いても足がほっそりしたままでも下半身が鍛えられるという一石三鳥のこの運動、頑張ってください。LINE のお友達限定で無料プレゼントがあります。運動を習慣化するためのカレンダーと、これさえやれば OK 1週間のエクササイズメニューです。概要欄からお友達登録お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。